正月休みに合わせて福岡空港の降車場などで見られる二重駐車などを排除しようと、警察や空港職員らがマナーアップを呼びかけました。福岡空港では事故や渋滞を起こす恐れがあるとして、警察官や空港関係者らが車で乗り入れた人たちなどにチラシを配り、決められた場所以外での降車や乗車待ちの待機をしないよう呼びかけました。福岡空港によりますと、今年の年末年始の利用客は去年に比べておよそ4割増え、2年前の8割ほどにまで回復しています。それに伴うかのように、降車場での事故件数が去年に比べて7倍に増えているということです。お見送りやお出迎えの際はぜひ駐車場をご利用ください。警察は今後は毎日降車場付近のパトロールを実施するとしています。